どうもこんばんは、安底たけしです。今回はサムライ TV 初日本からお届けします。前1回目にして北京でしたからね。さあ今回は日本の、僕のホームグラウンドの、ね、G スケートパークからお送りしてるんですけど、今日はなんと、インラインスケートのインラインスケーターの、日頃からここをよく使ってくれてる、インラインスケートの人らで、夜のキャンプというのをちょっとやってまして、その名もこうロール&ロールキャンプっていう、適当に名付けたんですけど、ね、ロール&ロールキャンプという、滑って滑ろうっていうキャンプで、通常スケートパークが夜10時で営業終わるんですけど、12時から次の日の朝まで滑ろうぜっていうめちゃくちゃなイベントなんですけど、ご飯みんなで食べたり滑ったりとかっていう風に今日はちょっと楽しく滑ってて、今まだ2時ぐらいなんですけど、結構みんなテンション上がってる。バート滑ったりミニランプ滑ったり、結構自分の課題に向けて滑ってていい感じです。はい、いい感じで、こうちょっと名前隠しておきますけど、こういう感じでこうね、目標のトリックみたいなのをこうブワーッと書いてあって、これをそのキャンプ中にロール&ロールキャンプ中にできるように、僕は指導したり自分の練習したりとかっていう感じで滑ってるんで、ちょっと今日はその様子をいろいろと紹介したいと思います。早速サムライ TV スタートで、やっていこうとしてるとか、それはね。さあこの時間に普段全然やらない技3ついきます。3つやってからのお楽しみです。このままいきますか。よいしょ。おお、そんなんできるんですか。おお、これが3時20分のテンション。どうや、あとどうさん、カツ丼見てる？分からん、分からん。いや、ちゃんとあれ美味しい、食べれないんだよ。美味しい、美味しい。どうさんとなんかカレーゲット。これこそまさにセルフ撮影だったよ。ちょっと、映画寂しい、だけ映画寂しい。カレーいただきます。めっちゃ食べてる。これに、これに、カツをカツを入れまして、さあカツを、これにカツを、カツを、はいはい、ありがとうございます。カツを入れて、入れて、ここ暗いな、はいはい、入れて、番長優しい、で優しい、これはお好み福神漬けをいただいて、めっちゃ美味しいカツ。嘘。ほんま。きゅうりも。え、乗せる？いただ、え？うん。うわ。
ただいて。これを持ってて、で、みんな配ったらいい。で、サラダ。サラダもあります。すげえ。ちっちゃいコールスロー。あ、了解です。ありがとうございます。噂のキッシュですね。あ、お味はどうですか。美味しい。美味しい。やばいだそうです。やばいっす。そんなに。俺まだ食べてないから分からへんけど。それキッシュ。キッシュ。キッシュは不思議な味っていう。初キッシュ。初キッシュ。何やろそれ。甘い味がした。初キッシュいただきました。何セロリ分かんの。セロリ分かんの。まこっちゃん。セロリうまいって、でも育ってきた環境が違うな。まあ、セロリもまあ癖あるけど、なんかセロリなんで両方のものはうちの家でねえねん言うてもらただいま朝の5時50分、もうすっかり空も明るくなってるでね、みんな、まあ、ずっと全力で滑ってるわけじゃないですけど、まだ元気よく滑ってます。さあ、そんな中ちょっとね、滑る方ももちろんなんですけど、ちょっとこの秘密のスタジオへ行ってちょっと練習しようかと。もう聞こえてますけどね、音ね。これが、マイスタジオです。こんな感じでいつもね、ドラムとギターと最近買ったばかりのこのアップとかもね、あったりとかして、ギターとベースアップ、まあ今日ちょっと2人しかいないですけど、今からちょっと今歌ってる部分でウェルカムトゥザジャングルをちょっと練習しようと思って。いきますか。Yeah.
じゃあ以上です。無事終了ということで、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。カナさんにね、ご飯作ってくれた。ありがとうございました。どこ？オレゴン。また？ありがとうございます、カナさん。ありがとうございました。また次も、次の時はご飯の量大体分かったかと思うんで。意外にみんな食べへんということで。じゃあ片付けましょうか。まあ滑る人は全然滑ってもらって。まあここからちょっと自由行動。片付け次第滑ってもらっても大丈夫です。また滑るんかい。お疲れ様です。お疲れ様です。以上。ありがとうございました。じゃあ一回ロール&ロールキャンプ。でも名前通り滑りましたね。結構滑る。滑って滑って滑っただけ。記憶残ってる滑ったことだけ。滑る話。滑る話。